こんにちは。レバナス専門チャンネルのレバナス一本リーマンと申します。本日もアイフリーレバレッジナスダック役、通称レバナスに2000万円投資した運用成績を公開していきたいと思います。 今回も毎週恒例の資産推移を見ていきつつ、レバナス絡みの経済指標やレバナスに影響するニュースを解説していきたいと思います。今週はアメリカの雇用統計発表や、ウクライナの停戦協定再開、そして何よりも、ついに2年もの国債利回り急上昇によって逆イールドが発生するなど、市場が大きく動いた1週間となりました。この金利の部分に関しては、レバナスホルダーとして知っておかないと皆さんの資産に大きく影響する話ですので、 少し重点的に解説したいと思います。俺は、私は、レバナスの基準価格が1万円を切っても、今の基準価格の4分の1になっても、何が何でもガチ保するんだっていう方は、この金利の部分は無視していただいて大丈夫です。ちなみにどちらかというと、私もそっち派ですが、逆イールドがリセッションの兆候になるかどうかはどっちでもいいけど、リスクだけは事前に知っておきたいという方は、ご認識しておくべきと思っております。 逆イールド現象については後ほど詳細を解説しますが、このイベントは今後のナスダック市場に激震が走り、引いてはレバナスホルダーの資産へ大きく影響があることは間違いありませんので、よろしければ最後までお付き合いいただければと思います。まずこの1週間のナスダック100の値、ね、動きを見ていきたいと思いますが、先週に引き続き週の前半は上昇傾向にあり、1月中旬以来の15,239ポイントまで回復しました。その後3月30日をピークに週後半、 はやや下落傾向になりましたがそれでも1ヶ月単位で見れば短期的には回復基調にあると見れます3月14日のボトムから3月30日の天井までは17%も上昇したことになり世界が少しずつリスクオンしていっている様子がうかがい知れます1週間での値動きをダウ平均と SP500 も重ねてみてみると週半ばの3月30日時点ではナスダックが大幅に他指数を圧倒していましたが 下落し始めた週後半にかけて全指数が下落して最終的にはこの1週間でダウ平均は0.1%の上昇にとどまり SP500 は0.15%下落ナスダック100も0.75%の下落になりましたこの下落はどの指数も先週から始まった上昇相場で利益を大幅に上げた投資家が金曜の雇用統計発表前に少しだけリスクヘッジをしたことともう一つ理由があります先ほどもちらっと話しましたが3月30日時点 ででリセッションの兆候ととと言われるる逆イールドが発生すす直前となったことです最終的に翌日の3月31日時点でほぼフラット化し4月1日には完全な逆イールドを形成しました過去の第87回89回で解説した通り過去のほぼ全てのデータにおいて逆イールド発生後およそ2年程度でリセッションが開始することになっています ですので2022年4月1日時点で逆イールドが発生したのでその2年後つまり2024年4月のプラマイ数ヶ月でリセッションに陥りますさすがに1年はバラつかないと思いますが過去のデータを見る限り若干のバラつきはあるものと考えます ちなみにリセッションの定義は国々によって違いますがこのチャンネルでリセッションといった時にはアメリカの定義で GDP が2ヶ月連続でマイナスになることと定義していますですのでリセッションに入ったからといってすぐに株価が暴落するかと言われると必ずしもそうではありませんそもそも逆イールドが発生するとなぜリセッションが発生するのかということを簡単に解説したいと思います 逆イールドとは短期国債利回りが長期国債利回りを超えることを指しますが、ここは第87回の動画で解説しましたので、もっと基礎を勉強したいという方は、この第87回の動画を参照してみてください。逆イールド発生がリセッションを誘発するメカニズムとしては、まず銀行では皆さんから預金として現金を預かり、この時利子として短期金利のような低いレートを支払いますが、 この預かった預金を集めて銀行は企業などに融資します。この融資する時の金利は長期金利のイメージです。ですので一般的に銀行は高い長期金利で支払われる金利分が収入となって、低い短期金利で支払う金利分が支出となり、 この差分、つまりリザヤが銀行の儲けとなります。これが金融業の基本的なシステムです。しかしながら、この短期の利回りが長期の利回りを超えると何が起きるかというと、短期でお金を預けてもらって長期で企業などに貸し出しても、リザヤがなくなるので、銀行の利益がどんどん少なくなっていきます。そうすると銀行もお金を企業に貸したがらなくなります。経済とはお金がどれだけ多く回ったかが重要ですので、 銀行がお金を回さなければ経済は悪化します。 レバナスの元となっているグロース株という観点で見てみると、グロース株というのは文字通り成長中の株なので、銀行から借りたお金がなければ設備投資ができなくなり、成長にもブレーキがかかります。そうすると将来の利益も限定的になると投資家が思って、グロース株の株価上昇も鈍化したり、株価下落に転落したりします。ですので逆イールドからリセッションにはある程度の相関があるため、2年後のリセッションからは逃れられないと考えています。 それは過去の歴史からもチャートからもわかることですがただリセッションがどの程度続くかはこれは予測できません実際2024年までに利上げによってインフレもある程度予測できているのであればリセッションが発生する直前に再度金融緩和をすることで株価暴落をある程度緩和することも可能かもしれませんそれでもこのような経済の流れを知って特にレバナスのような値動きの激しい商品を取引している方々にとってどのタイミングで逆イールドが発生して どのタイミングでリセッションが予測されどのタイミングで株価が暴落するのかを知っておくことは 事前にリスクを判断して準備するために非常に重要なことです。ということでもう一度2年もの利回りと10年もの利回りを時系列で見ていきたいと思いますが先ほど3月30日に2年ものの金利と10年ものの金利が急接近したと申し上げましたが厳密には3月29日の時点で金利差は0.03ポイントまで縮まっていますそのまま平行で3月30日の金利差はほぼ変わらずに3月31日に0.003 ポイントまで縮まりこれはほぼフラット化になったと言ってもいいと思いますが。 翌日4月1日についに2年もの国債利回りが2.462ポイントになったのに対して10年もの国債利回りが2.386と2年ものが10年ものを上回って逆イールドに達しましたこの逆イールド現象が今後も継続していくのかについては今後の FRB の利上げ幅とその速度次第だと考えています通常逆イールド現象が発生するのは FRB が複数回の利上げを実施した後ですが 今回は初回の利上げでもうすでに逆イールドが発生しました。ここはかなり大きな部分だと考えています。 実際にこの逆イールドの逆転幅が広がれば広がるほど先ほどのメカニズムによって株価への影響そして株価の影響は企業にも影響しますので経済へ影響し引いては消費者にも影響し GDP にも影響することで最終的にリセッションに陥りますそしてリセッションの兆候が得られれば投資家はさらに株式市場から資金を回収するので余計に株価が下がります第87回89回の動画ではガチホしていくとここでかなりの損失 が発生すると解説しましたがこのタイミングを認識してこのタイミングまでに投入資金を準備することで10年後の収益に大きく影響します何も気にせずこのリセッションのタイミングもガチ干し続けるのもありですが。 過去のデータから2年後に高い確率でリセッションがあることも認識しながら、このタイミングに投入する資金を残さないのは少しもったいない気がします。ここについてはまた別の動画にて解説したいと思いますが、このリセッションに陥った時、私は今の下落よりもっと大きな暴落になると考えています。だからといって今すぐ売ることはお勧めしませんが、この大きな下落が発生したタイミングで大きく資金を投入するのとしないのでは、 10年後の資産評価額に莫大な差が出てくることになると考えています。ちなみにどうでもいいのですが、レバナスの基準価格は2023年までには5万円を超えますが、その前までに2万円台になるとも考えています。そしてリセッションに陥った時には、その2万円さえ下回って1万円を切るかどうかのレベルまで行くと予想していますので、そのジェットコースターに耐えれる方はガチホでいいと思います。投資方針はリスク許容度に応じて臨機応変に対処すべきですが、どちらか というとう私はレバナスの基準価格が1万円を切っても私の2000万円投資しているレバナスは売るつもりはありませんその時に私の2000万円がどうなるのかをお見せするのも私の役割だと思っていますしレバナスを推奨している限り資産公開をする責任もあると考えていますただし明確な売りシグナルが出たらそれはそれでこのチャンネルにて解説していきたいと思っております 金利のところは少し長くなってしまったので今後の投資方針をどうすべきかまた改めて動画にしたいと考えておりますが次に今週のヒートマップを見ていきたいと思います全体的に冴えない感じになっていますそれでもガンマットの中でも綺麗なエメラルドグリーンで光り輝いているのがテスラですね先々週から急回復して1000ドルを回復していますがここまで上昇してしまったら最低でも10万円以上が必要となりますそこでテスラはまたしても株式分割を発表してもっと広い層に に変える環境を提供したり上海工場のギガファクトリー創業などで市場はかなりポジティブに考えているようですこのチャンネルでも申し上げてきたようにレバナス専門チャンネルじゃなければテスラ専門チャンネルを作ろうと思ったくらいテスラは買い一択だと思っています今までテスラは売ったこともありませんし800ドル台900ドル台で最近下落した時に追加投入したくらい大好きですテスラの時価総額が高すぎるなんてのは非常に視野の狭い見方だと思いますし イーロンマスクもテスラでの利益が欲しいわけではなく、彼の目標はもっと高い次元にあります。一言で言うのは難しいので詳細は第45回の動画や第57回の動画の中で、ギガファクトリーや我々一般人の想像を超えるイーロンマスクの野望などを解説しておりますが、とにかく私はこのテスラをレバナスと同じぐらい愛してやみません。そして絶対に売りません。 テスラのことになるとちょっと熱くなってしまいますが、Google や Amazon、Apple、Microsoft、Meta のガーファム系は難聴でした。これは後ほど解説しますが、雇用統計の中で失業率が予想よりも良かったため、今後 FRB がさらなる利上げをしやすい環境が整ったことが、この難聴な株価につながったと考えております。それでは直近のニュースを見ていきたいと思います。まず、金利上昇にもつながった米国の3月の雇用統計に関してです。 3月の雇用統計は非農業部門雇用者数に関して予想49万人に対して43万人と予想を下回った一方失業率に関しては3.6%と前の月よりも0.2ポイントも改善しましたこの失業率3.6%という数字はコロナショック直前の2020年2月の3.5%という数字とほぼ同等になったということから感染拡大前の水準に戻ったというふうに市場は認識しました このグラフは上が非農業部門雇用者数で、下が失業率を表しています。特に失業率はこのグラフから見てわかる通り、毎月改善しているため、 労働市場の回復が順調に進んでいることがわかります。別の見方をすれば、経済と労働市場が過熱しているということがわかるため、これは物価上昇をさらに加速させる可能性があるということです。これはつまり FRB に対して0.5ポイントの利上げを含む金融引き締めをしやすい環境になったと考えられます。 金利を上げられるとレバナスの元になっているナスダック百指数にはネガティブな影響になるためレバナスホルダーとしてはこの金利については注意しておく必要があります次の FOMC は5月ですのでそれまで2年もの国債利回りが3%まで上昇するのであれば動画の冒頭で解説した通り逆イールドがさらに加速することにつながりリセッションを誘導するリスクもしくは株式市場の暴落に誘発するリスクが高くなりますこのチャンネルではこのリセッションや逆イールドが 発生してからリセッションに向かう途中の上昇相場でどのように対処すべきかを動画にて解説してきました詳細は第87回と89回の動画を参照くださいということでニュースは以上となりますそれでは本題の今週の1週間のレバナス2000万円の資産推移を見ていきますこの資産推移は毎週定例として出していますが 3月28日は2190万円からスタートし、今年1月以来の最高値を更新した3月30日には2335万円になり、その後利上げ期待が膨らんだことでナスダック百指数も下落して最終的には2223万円になりました。ざっくり元本は2292万円なので、3月30日は久しぶりにプラスの含み益になりました。 一週間を通じてはかなり上昇してその後下落したので行ってこいの関係で最終的に30万円程度増えただけとなりましたが1ヶ月で見てみると170万円が増えたことになります3月15日にはレバナスの基準価格が2万五千円台まで下落しましたがこの時の私の2000万円は1700万円台まで下落していましたのでこの2週間で資産が500万円増えたことになります それでもまだ数十万円のマイナスになっていますが、ここは後ほど見ていきたいと思います。最後にここまでの追加購入のタイミングを再度復習した上で、次の売買タイミングについてお話したいと思います。2021年の夏に買いシグナルが点灯し、2000万円を投入しました。ただしこの時は YouTuber としてチャンネル解説はしていなかったので、ノーカウントとします。その後 YouTube を解説して、第15回の動画を9月に上げて、これから下がりますので売ってください動画を出してから、約1ヶ月間下がる りり続け最終的に15を下がりましたその後10月4日の第34回の動画にて買いシグナルが点灯したため買いなさい動画を出しました実際私もこのタイミングで追加購入をしましたがここから25%を上昇した11月10日に売りシグナルが点灯しましたこの時このチャンネルとツイッターにて売りなさい速報を出しましたがそこから横横して年が変わってから量的緩和バブルが崩壊しましたこの11月10日に指示通りに売っていたら1月初旬の大暴落 には巻き込まれずに済んだので、チャンネルやツイッターにて感謝のお言葉をいただきました。 そして今年の1月の初旬に大暴落をした後で2月3日に第74回の動画にて余剰資金の10分の1を投入しましたという動画を出しましたこの中では今後も下がる可能性があるので段階的に投入することを推奨しましたがここで躍上した時のナスダック100の額は14,501ポイントで現在のナスダック100は4月2日現在14,861ポイントなので私と同じタイミングで購入していればナスダック100としては2.4%上 上昇していますがレバナスとしては4%以上は上昇していると思います今後の売買タイミングについては冷やしマック D がまだデッドクロスしていないのでこのまま上昇していくんであれば2月に追加購入した分の利益をどこかで確定するもしくは このまま下落するんであれば1万3000ポイントを下回った上でマック D がゴールデンクロスするタイミングでさらに追加購入するあくまでも短期トレードとしての売買タイミングということでご認識おき願いますまた正式な売りシグナルが出たら速報もしくは Twitter や動画でお知らせしたいと思います私と一緒のタイミングで皆さんも売買すべきとは思いませんが一つの参考として皆さんと共有できればと思いますので売買タイミングをリアルタイムで知りたいという方はチャンネル登録および通知ボタンの設定 それでは内容は以上となります以上が今回の動画に関してでしたそれでは4月1日時点のレバナスに2000万円投資した運用実績を公開していきたいと思います4月1日時点での基準価格は3万3645円となって投資額2292万円に対して評価額2222 22万5483円となり運用利益は69万8242円の持ち出しとなっております 3月30日時点で運用利益が久しぶりにプラテンし40万円の利益になりましたがその後は下落してしまったのでまだ持ち出し状態ですちょっとまた雑談したいんですけどツイッターでレバナスといえばレバナス全力ガールさんという方がいらっしゃいますがやっと日を飲んざめに入会できましたレバナス全力ガールさんについて質問などがあればまた第100回のライブ中継にて色々とお話したいと思います第100回のライブでは株のことでも私個人のことでもツイッターのことでも色々とお話ししたいと思います と考えておりますまたこの時はサプライズとして2つの企画も実施しております。レバナスホルダーであれば皆さん喜んでいただける内容だと思いますのでぜひお見逃しなく。 第90回の動画のコメント欄に質問事項を書き込んでいただければできる限り事前に回答を用意して第100回のライブ中継中にお答えしたいと考えております私のチャンネルではこのように皆様の資産を爆発的に増加させるためにレバナス専門チャンネルとしてレバナス絡みの情報を解説しつつレバナスに2000万円投資した運用実績を公開していくチャンネルです 動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録いただければモチベーションアップにつながります。それではみんなで資産を爆発的に増やしていきましょう。ご視聴ありがとうございました。